中野区のチャンプです。井上直也とね、ドネアとの試合が近づいてきたんで、ちょっとせっかくなんで予想したいと思うんですけど、まあ、ズバリ井上直也の圧勝で、もう3ラウンド KO 勝ちだと思いますね。これ結構いろんな関係者の人に聞くと、なんかその井上直也がどうせ圧勝するだろうからつまんないっていう人も結構いるんですけど、いやそんなことないと。やっぱ僕らみたいな素人ってのは KO シーンはもうね、やっぱ見たいから、井上直也が豪快に倒すとこ見たいと思うんで、 もうその日はやっぱり僕はもうテレビにね、かじりついてみたいと思ってます。で、なんかみんなもう前半 KO 勝ちだとか、5ラウンド以内 KO 勝ちだとかっていう人がいるんですけど、もうズバリ僕は3ラウンド、1分17秒 KO 勝ち。で、なんか右ストレートで、右ストレート、いや、えっ、ー、とね、ドネアは左フック得意なんで、そのドネアの左フックに、左フックのカウント合わせて、左フックでの KO 勝ちを予想しますね。 相手のドネはね、やっぱフィリピンの英雄で、もう何回球も制覇してる、フィリピンのフラッシュって言われる、あの、ものすごく強い選手なんですけど、今もう36歳で、やっぱちょっと全盛期はね、10年前、26,78ぐらいの時が、やっぱ全盛期で、逆に今よくまだやってるなっていうぐらいの選手なんで、ちょっとね、全盛期はもう過ぎてると思うんですよね。あのー、昔、その、ハゼガ穂ホズミに剣を勝ちしたフェルナンド・モンテール、 に、二ンド KO 勝ちした試合があるんですけど、もうそれなんかものすごい左フックで、モンテールの米みに直撃して、モンテールが米み陥没骨折するぐらいの、もう軽量を起こすぐらいの、ものすごいパンチ力を持った選手で、あの試合ぐらいはもうちょうど全盛期でしたよね。そのままもうしばらく負けないんじゃないかなと思ったんですけど、やっぱオリンピック懸命ラリストの、あの、 ギジェルもリゴンドリゴンドに判定負けして、で、階級上げてって、ニコラス・ウォータースに、フェザー級かなで、KO 負けしたあたりから、ちょっと陰りが見始めて、下降戦になって、その後もこう何回か負けるようになってね。今回のあの、世界トーナメントも、1回戦のライアン・バーネットはもう試合中に腰痛めて、で、それで KO 勝ちして、で、2回戦の WBO のゾラニ・テテっていうね、あの、チャンピオンとやる予定だったんですけど、テテが練習中に拳を怪我して棄権して、 あの、大学のステフォン・ヤングって選手にケオ勝ちしたっていうね、結構運が良くて。で、それをなんか結構持ってる選手だから、今回も何があるか分かんないっていうんですけど、いや、なんか持ってるっていうのは僕はなんか新人とかルーキーが、なんかこう運でね、勝ち上がってくる時に持ってるっていうふうに、いう表現を使うと思うんですよね。ドネアみたいな、まあ実績のあるベテランの選手が、運で勝ち上がってくるのはもう持ってると思ってなくて、やっぱ本人も絶対本意ではなかったと思うんだよね、こういう勝ち上がり方は。まあ何はともあれ決勝まで来てるんで。 で、まあ僕はでも井上直也が今回勝つと思うんですけど、じゃあ井上直也が勝った後にどうなるかっていうのもちょっと予想したいんですけど、まあまず優勝して、まあ実質、実上の決勝だと思ってたら、ずラにてて、WBO のチャンピオン。ててもツイッターとかで、井上直也、今回優勝したら俺とやろうみたいなこと言ってるから、まあだからぜひね、ててと決、実上の決勝で、あの、WBO との統一戦やってほしくて、それでベルト吸収して、 で、あの、ドネアとやる同じ日に、弟の井上拓馬も WBC のチャンピオンの奪わりとやるんですけど、奪わりが正規チャンピオン。で、井上拓馬が暫定チャンピオンなんですけど、僕これズバリね、あの、奪わり勝つと思いますね。井上拓馬も別に悪い選手じゃなくて、本当にいい選手、いい距離感持ってて、連打も早いんですけど、やっぱいかんせんちょっと決め手にかけるっていうか攻撃力弱くて、ちょっと KO 数が少ないんですよね。 で、あの、やっぱ世界、歴代見ると、世界のテクニシャンって言われた選手たちも、KO 率はやっぱりみんな5割は超えてて、それに比べると、やっぱ若干ちょっと攻撃力が弱いんで、今回は、奪わりが判定勝ちすると思うんですよね。今 WBC の、あの、ランキング1位に、あの、今ネリが迫ってきてて、あの、昔山中晋介からね、あの、ベルトを奪ってった、あの、体重超過したり、ドーピング疑惑があったりっていうね、やっぱ悪動って言われるネリがいて、 日本の、あの、リングは追放されてるんですけど、あの、この間、前回の試合、あの、世界トーナメント1回戦で、井上尚弥が KO 勝ちしたパヤノと戦って、9ラウンド KO 勝ちしてるんですよ。井上がき1ラウンド KO 勝ちしてて、あの、ネリが9ラウンドだから、井上の方が強いんじゃないかっていうのは、これ全く間違いで、あの、ケオするラウンドっていうのも相性とかもあるから、あんまりそれ関係なくて、僕はあの、テクニシャーのパヤノに対して、最後も力でねじ伏せたんです、ネリが。あの試合は見事だったなと思ってて、 で次が、あのー、井上尚弥が2回戦だったった、全 IBF チャンピオンのロゼリゲスそれとネリーが試合決まってて、ネリーはもう完全に井上尚弥意識してるマッチメイクなんじゃないかなと思うんですけど、僕これもね、ネリー勝つと思うんですよ、ロドリゲスに。そうすると、WLBC の1位の指名、挑戦者で、奪わりと井上卓馬の勝者とやるんじゃないかなと思ってて。だから、あのー、そうなると、井上尚弥は今回優勝する、テテザ統一戦する、その後に、 あの、僕の予想だと、うばあが勝つ。で、ローテリークスネリーが勝つ。で、も、ま、う、あ、うばあとネリーが、統一戦、あ違うか。WBC のタイトルやるんですけど、僕そこでちょっとネリーが勝つんじゃないかなと思ってて。そうなると、まあ、日本では試合できないんだけれども、井上直也が今後ネリーと、あのー、試合するんじゃないかなっていう。うん。僕はね、こういうふうに予想しますね。WBC バンタム級のチャンピオンで、まあ、井上直也が負けることはないから、ネリーを退治してもらって、 じゃあ、井上ナイは今後どうなっていくかっていうのも予想するんですけど、やっぱりもうしばらくは負けないと思うんですけど、まあ負ける姿を想像できないんですけど、でも過去にね、不良セサールチャベスとか、あの、そうですね、あの、フェリックス・トリンダードとか、オスカー・デラ・ホーヤとか、うん、もう無敗のまま負けないんじゃな、いかなって言われてた選手もね、みんなどっかで負けてるんですけど、やっぱど、そこにあるのは、やっぱ年齢の壁とか、あと階級の壁あとモチベーション 井上直弥が、もう極論、うん、バンタム級からね、スーパーバンタム、ヘザーぐらいまで行っても負けないと思うけど、じゃあ、ヘビー級まで上げたら、勝てるかって言ったらば、それはもう勝てないと思うし、どこまで階級上げるかっていうのと、あと極論はやっぱもう、40、50になったら、やっぱり年齢の衰えもあるだろうから、もうそこの体力の衰えで負けるんじゃないかなっていう。あともうバンタム級にこだわり続けて、もう毎回楽勝楽勝って言われることに対して、モチベーションが上がらなくて、そこで、 なんかどっかで負けちゃうんじゃないかなっていう、この3つですよね。あの、プエルトリコの英雄って言われたトリニダードも、ベルト取った後はやっぱり下がりすぎて、あの、やっぱいろんなイベントとか、テレビ出演とかで、あの、練習時間が全盛期の10分の1だったっていう最後の方は。まあ、そのせいでやっぱりもう負けてしまってるんで、井上長屋が、まあ、ここあと3、4年、4、5年は負けないと思うんですけれども、最後負けるとしたら、やっぱ年齢の衰え、階級の衰え、モチベーションの衰えで、 最後負けるんじゃないかなと思うんですね。まあ、何はともあれ、今回予想すると、井上直弥の3ラウンド1分17秒、KO 勝ち。で、えー、井上拓馬と奪われは奪われの判定勝ち。で、その先に行くと、ネリとロドリゲスは、ネリが KO 勝ちすると思います。で、ネリと奪われが決まったら、ネリが勝つ。井上直弥とテテが決まって、井上直也が KO 勝ち。ネリと井上直也が決まって、井上直也が KO 勝ち。で、バンタム級4団体制覇。っていう、 のが、まあ、理想であり予想じゃないかなと思うんですけど。さあ、どうなるか。まあ、また今後ね、またボクシング動画上げていきたいと思いますんで、予想動画よろしくお願いいたします。<music>